どうも、お盆も大体引きこもりのギワチンです。今回ですね、久しぶりにゴジラを作るをやっていきたいんですけど、やっていく前に重大なお知らせがあります。まずこのゴジラを作るっていうのは岡山、香川、福岡という3つの都道府県限定の試験的販売なんですよね。でですよ、このゴジラを作るが8月27日に全国発売が決定しました。よっ、はい、ということで、なんとこのゴジラを作るが正式に全国発売が決定したんです。いやね、全国の皆さんも購入することができるわけです。やっぱり月一になったのは8月27日から発売される週刊ゴジラが追いつくためにしてるんでしょうね。だから先に作ってる僕とかは月刊になって、まあどっかで一緒になるのかなと思います。いやー、よかったねゴジラ。とりあえずは本当に良かったということで、今回は8、9、10を作っていきたいと思います。では早速8から作っていきまーす。8月号の内容、ゴジラクロニクルはゴジラの逆襲3、特撮現場その1、そしてゴジラの大研究第7回は幻のアメリカ版ゴジラの逆襲、これね、ジャイガンティスゴジラで検索、西川真司のゴジラ大解剖はキングコング対ゴジラのキングコング、いやートラウマだ。そして今月のパーツは右メインフレーム下を組み立て、右メインフレーム腰に取り付けると。お、見たことあるね。まあゴジラのここの部分ってことですね。では早速作っていこう。これですね。ではこれにこれをつけていこう。これ前回やったよね、確かね。使用するのはこちらの短い方のネジ。よし、こんな感じね。これはね、何度もやってるから。だいたいね、なんかネジを止めるって意外と難しいってことにね、このゴジラを作るで学んだ気がするわ。最近は電動のネジ止めもあるけど、他なんとなくね、こう、昭和の考えかわかんないけど、こうね、手動で止める方が好きなんだよね。皆さん、お盆休みっていうか夏は皆さんどうやって過ごしてます？花火大会とか行ったのかな、みんな。ね、なんか、海に行ったりとか、海はまだ早いかな。そうか、台風が近づいてるのか、みんな本当に気をつけてね。ね、なんか西の方に行ったんだよね。なんか昔っていうか、先週はね、東京の方に来るって言ってたんだけど、それでもね、東京の方も風が強いみたいだから、本当に外出する際はね、気をつけてください。はい、止めました。こんな感じですね。ここで、保管しておいたピボットカラーと M318 を、なるほど。あれ？あれ？わあ！ピボットカラーがない！嘘だ！これ特撮リボルテックのここにね、保管しておいたはずだったんだけど、ネジと止めるやつはあるんだけど、ピボットカラーがね、どこ探しても、ないんですわ。やってしまった！引っ越しの際になくしたな。うわぁ、マジか。自分をマジで呪い殺したい。いや、ピボットカラーっていうのはね、この白い部分、ここのことなんだけど、これをね、ちょっとなくしてしまいましたね。ああ、これは失敬。まあ、本当に見てくれてる方には申し訳ないんだけど、なくしてしまったものは仕方ない。もういくら悔やんでも戻ってこないので、ピボットカラーは6号についてたので、6号だけもう一度購入してピボットカラーを手に入れたいと思います。まあ、ここの部分はね、こうやってつけるだけなので、しばらくは組み立てには影響してこないので、引き続き続けたいと思います。皆さんは僕を反面教師にして絶対なくさないようにしましょう。ではこれをね、前回まで作っていたこれに、こんな感じで取り付けたいと思います。ちなみに使うのはこちらの長いネジ。いやーねー、もう絶対ね、やると思ってたでしょ皆さん。僕めっちゃくちゃね、気をつけてたはずだったんだけどな。絶対なくさないようにしてたつもりだったんだけど、絶対視聴者のみんなやっぱりかっていう感じだろうね。もうなんかまさかとかよりも、やると思ってたみたいなコメントがめっちゃ来そうで怖い。あ、これね、結構気をつけないとポキっていっちゃうから、こんな感じで支えながらね、回した方が良さそうですね。いやー、じゃあ6月号だけ買いますわ。6月号は多分、6月号じゃ6号か。6号は6週目に発売されるから、まあ、10月ぐらいには手に入るのかな。よし。まあ、ポジティブにね、捉えていきましょう。やってしまったことはね、もう仕方ないから、そこは反省してね、次、活かしていきます。もう悔やんでもね、仕方ないですからね。前を向いて、生きていく。大事なのは同じ過ちを繰り返さ、噛んだわ。はい、こんな感じで取り付けました。本来ならここにピボットカラーを使うわけですね。ちょっと申し訳ないんですけど待ちます。はい、8号のほぼ完成。では9号を作っていきましょう。はい、ゴジラを作る9号の内容は、ゴジラクロニクルはゴジラの逆襲4、ゴジラ大研究第8回はゴジラの宣伝展開、そしてゴジラトリビアはメイン曲から吠え声まで想像した男、ゴジラの作曲家伊福部昭の実像、
そして西川真司のゴジラ大解剖はモスラ対ゴジラのゴジラ、モスゴジ。そして今回のパーツは右メインフレーム足を右メインフレーム腰に取り付けると。はい。まあ相変わらずここっていう感じですね。こちらですね。まあこれも簡単で、今まで作っていたここのこちら側にパシャッと付けるわけですね。こんな感じで。ちょっと不安定で取り付けにくいですが、ここの4つの穴を止めていきます。これ止め方があって、まずね、一番左上かな。をこんな感じで。まあ軽く止めたらば、次は右下と、こうね、クロスさせるように止めていくと、まあね、安定して止まりやすいって、まあ前回もなんか同じようなこと言ったような気がします。てか全く同じことしましたね。よし。じゃあここはカットだ。はい、こんな感じで4つのネジ止めを行いました。おー、なんか形になってきましたね。なんかこう、操縦するやつみたい。では最後、この足の先端にパッドを取り付けていきたいと思います。一応ね、こちらのザラザラしている方が外に来る方につけます。こちらのツルツルの方に接着剤をつけると。爪楊枝がなくて、よし、大胆に伸ばしていきます。よし、はい、こんな感じで取り付けました。こちらは前回取り付けたもの、左右つけたって感じだね。はい、9号までほぼ完成。ピボット。では10号を作っていこう。10号の内容、ゴジラクロニクルはキングコング対ゴジラ1来ましたね。そしてゴジラ大研究第9回はゴジラの逆襲の宣伝展開。そして西川真司のゴジラ大解剖はモスラ対ゴジラのモスラ1。成虫と卵。そして今後のパーツは右腕と右肩。お、右が来たね。はい、右だよ右。なんか若干左手よりも大きい気がするけど、気のせいかな。ではこんな右腕のここ、ここを切っていくわけですね。では切っていきたいと思います。これね、あまり刺しすぎて向こう側も切らないように注意して切っていきますね。これ本当にきつい場合は、ちょっとね、手元でやらせていただく場合があるかも。まあここはね、完璧にぴっちり、おお、切れ味が鋭すぎるからね、あんまり切りすぎないように回しつつ、これが一番難しいんだけど、一番ね、なんか作ってて気持ちいいところではあるんだよね。オペみたいな感じで。よしよし、いいねいいね。皆さんね、この刃物の取り扱いには注意しましょう。よし、これはカッターナイフではなくデザインナイフを使っています。ちょっと待って、切りすぎてないような、大丈夫だな。こうなったらあとはなかなか切りにくいので、ハサミでこんな感じでチョキチョキやってもいいかもしれませんってね、本に書いてあるんだよね。よし、こう左手と比べると長いんですよね。かなり長さが違う。これは分割する部分が違うのでしょう。ではこちら肩部分のここを除去していきたいと思います。まあ除去部分はここですね。これもね、気をつけて切っていきます。ここは本当にね、集中して気をね、抜かないようにしないと、ここがね、結構大事ですね。よし、ここの曲線、ここのカーブを曲がって、ここ一直線。ここをね、乗り切れば。よし、いけるいける。よーしよし、ここ怖いなぁ。よしよし、ここの曲がる。ここのカーブドリフト。よしよし、いいね。楽しい。カメラワークね。ちょっと難しくてごめんなさい。ここまで来たら、よいしょ。あとは、行きますね。よいしょ。はい、こんな感じでここは切り取りました。そして、ここもね、切り取っていきます。穴を開けるって感じだね。ここを切っていくってことですね。これ結構難しいな。よし。くり抜くっていう感じだね。うわー、怖い怖い怖い。これちょっと、慎重にやらないとごめんね、ほんと。ちょっと回しながら様子を見て、やった方が良さそうですね。できるかな？できる。怖いけど。まあ、よしよし。よし、いきますね。これも奥を切りすぎないように、注意して、繊細に。非常に、ね、集中させます。よし、こういう作業は喋りながらもはやできないね。よし、はい、ちょっと汚いですがこんな感じ。はい、こんな感じでね、なんかくたびれたブリーフみたいな形になりました。まあ、これのここに先ほどの右腕をすっぽり、お、はまった、はめるわけですね。なるほど。お、いいね、結構綺麗にはまりますね。分割してもそこまで気にならない。まあこうしろってことですね。じゃあここを接着剤でつけていきましょう。まあこれはこんな感じで、爪楊枝で徐々に少しずつ接着させていきます。ちょっと怖いな。
よし。このね、接着剤がはみ出た時の対処法はなんかね、後半の方で解説されるらしいです。まあこのまま1分ぐらい待ちます。ついたことを確認してから、このできた隙間のところに再び爪楊枝で塗っていきます。この辺もね、結構丁寧にやっていかないとダメですね。根気が必要です。あ、ちょっとたっぷりつけすぎた感があるけど、まあいいや、いけ、一気に、よいしょ。ちょっとはみ出たな。こうやってちょっとのつけすぎには注意ですね。この辺はまだまだって感じだな。まあまあ、あんまりはみ出しすぎはしてないね。洪水はしてないね。接着剤ってすごいね。もうほとんどついたので、最後ここですね。微妙に空いている隙間に注ぎ込んでいきます。よし、いけ、いけ。で、最後にここを蓋をすると、よいしょ。口の部分に比べるとだいぶ楽ですね。あそこほんと鬼畜だったからな。はい、ということでなんとか完成しました。意外と分割線気にならないですよね。ここですね。まあ多少ははみ出たんだけれども、まあ概ねいい感じにできたのかなと思います。はい、ここですね。はい、まあ、素材がいいからなんかあんまり違和感がないね。素晴らしいね、この水かき。いつ見てもいいわ。改めて左手と比較するとこんな感じ。はい、でかいね。ということで15完成。はい、そんな感じで週刊ゴジラを作るが15までほぼ完成しました。ピボットごめん。で、このゴジラを作るは全国発売されるんだけれども、それに伴ってこのゴジラと一緒に並べることができるオリジナルジオラマコレクションっていうのも発売されるんですよ。で、こちら全8号で戦車や野砲、そして戦闘機とかね、いろいろあって、最終的には名盤とジオラマセットがついてくるんですよ。まあこれも一緒に購読すれば、このゴジラを作るをね、最大限楽しむことができるかもしれません。ちなみにこれは第1号は2020年の1月7号、ゴジラを作るの19号と同時に発売されるようです。詳しくはね、ホームページ見てください。あとね、今定期購入したら、光る LED の背びれがね、なんか来年ぐらいついてくるらしいので、ぜひ皆さんこれを作るなら、今注文してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでもうね、順調にはいかないっていうことが分かりました。同じ過ちは二度と繰り返さないようにしたいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。ゴジラを作れ、どんどん出来上がってきてますが、完成が楽しみです。それではまた、バイバイ。ピボット。ピボットがないことが分かった時の私の顔がこちらです。